公館谷崎潤一郎明治37年の春から38年の秋へかけて世界中を騒がせた日露戦争がようやくポーツマス条約に終わりを告げ国力発展の名のもとに いろいろの企業が続々と勃興して、新家族もできれば成り勤もできるし、世間一体がなんとなくお祭りのように景気づいていた、40年の4月の半ば頃のことでした。ちょうど向島の土手は桜が満開で、青々と晴れ渡ったうららかな日曜日の午前中から、浅草行きの電車も、 蒸気船もいっぱいの人を乗せ群衆がアリのようにぞろぞろ渡ってゆく吾妻橋の向こうは八百松から一昨日の帝子の辺へ暖かそうな霞がかかり対岸の小松宮御別邸をはじめ橋場今戸花川との町々までもやもやとした藍色の光の中に眠って その後には公園の十二階が水蒸気の多いむせかえるような紺碧の空に朦朧と立っています千住の方から深い霞の底をくぐってくる隅田川は小松島の角で一頭うねりうねってまんまんたる大河の形を備え両岸の春に酔ったような物憂げなぬるま水を きららに光らせながま橋の方へ出て行きます。「川の面はいかにもふっくらとした応用な波がのたりのたりとだるそうに打ち布団のような手触りがするかと思われる柔らかい水の上に幾層のボートや花火船が浮かんで時々山野塀の口を離れる渡しは 上り下りの戦列を横切りつつ弦にあふれるほどの人数を土手の上へ運んで行きますその日の朝の10時頃のことです神田川の口元を出て亀聖楼の石垣の影から大川の真ん中へこぎ出した一層の花火船がありました 紅白だんだらのまんまくに美しく飾った大天満へ大地の宝冠芸者を乗せて船の中央にはその当時兜町で成金の名を響かせた酒貴原という旦那が五六人の抹茶を従え船中の男女を見回しながらグびりグびりと大杯を傾けてその太ったあから顔には すでに山部の酔いが回っています。中流に浮かんだ船が藤堂博の屋敷の塀と並んで進む頃、ま幕の中から原価の声が悠然と起こり、陽気な響きは大川の水を揺るがせて、百本愚いと大地の歌詞を襲ってきます。両国橋の上や ほんじゃ浅草の貸し通りの人々は、腕も首を伸ばして、この大容器に見とれぬものはありません。戦中の様子は手に取るように陸からうかがわれ、時々生めかしい女の言葉さえ、川も吹き渡るそよ風に伝わって漏れてきます。船が横綱橋へかかったと思う自分に、 たまちともえ異形な六六尾の変装人物が現れ三味線に連れて滑稽極まる道具踊りを始めました女の目肌を描いた大きい風船玉へ恐ろしく細長い紙袋の首をつけてそれを頭からすっぽりかぶったものと思われます本人の顔は皆目袋の中へ隠れて 身にはケバケバしい友禅の振り袖を着足に白足袋を履いてはいるものの折々かざす踊りの手振りに火の袖口から男らしい頑丈な手首が現れて牛くれだった褐色の五本の指が箏に目立ちます風船玉の女の首は風のまにまにふわふわと飛んで騎士近い家の軒をかすったり すれ違いざまに向こうの船の銭湯の頭をかすめたりそのたびごとに陸上では目をそばだて見物人は手を打って笑いとよめきますあれあれといううちに船は馬屋橋の方へ進んできました橋の上には真っ黒に人がたかり黄色い顔がずらりと並んで 眼下に迫っててくる線柱の模様を眺めております。だんだん近づくに従い六六尾の目鼻はありありと空中に描き出され泣いているような笑っているような眠っているような何とも言えぬひょな表情に見物人はまたおかしさに誘われますとにかくするうち 軸が橋の影へ入ると首は水溝の増した水面から見物人の顔近くスルスルと欄干に軽く擦れてそのまま船に引かれて折れかがまり橋桁の底をなよなよと張って今度は向こう側の青空へふわりと浮かび上がりました駒形堂の前まで来るともう吾妻橋の通行人が。 はるかにこれを認めてさながら外旋の軍隊を歓迎するように待ち構えている様子が船の中からもよく見えますそこでも馬屋橋と同じような滑稽を演じて人を笑わせいよいよ向島にかかりました一丁増えた三味線の音はますます景気づきちょうど牛が若林の響きに促されて 出汁を引くように、船も陽気な音曲の力に押されてしずしずと水上を進むように思われます。大川はせましとこぎ出した幾層の花火船や赤や青の小旗を振ってボートの声援をしている学生たちをはじめ両岸の群衆はただあっけにとられてこの奇体な道家船の進路を見送ります。 日の踊りはますます炎天活つ,つとなり風船玉は川風にあおられつつたちまち蒸気船の白煙をくぐり抜けたちまち高く舞い上がって侍山を眼下に見見物人に小ぶるがごとき地帯を作って川上の人気を一身に集めていますおとといの近所で土手に遠ざかって さらに川上に上がっていくのですがそれでも中の食飯から大倉氏の別荘のあたりを徘徊する土手の人々ははるかに川筋の空に上がり人海のような六六尾の頭を望んでなんだろうなんだろうと言いながら一様にその行方を見守るのです傍若無人の振る舞いに散々土手を騒がせた船はやがて か月花壇の栓橋に友綱を結んでどやどやと一体が庭の芝笛を仕上がりました「ようご苦労ご苦労」と一行の旦那や芸者たちに取り巻かれ拍手喝采のうちに六六日の男はすっぽり紙袋を脱いで燃え立つような赤い半襟の隙から 浅黒い坊主頭の愛嬌たっぷりの顔を初めて表しました。歌詞を変えて、また人遊びと、そこでも再び主演が始まり、旦那をはじめ大勢の男女は芝生の上を入り乱れて踊り回り、跳ね回り、目隠しやら鬼ごっこやら、キャッキャという騒ぎです。例の男は振り袖姿のまま。 白旅に赤花尾の朝浦を突っかけ、しどろもどろの千鳥足で芸者の後を追いかけたり、追いかけられたりしています。ことにその男が鬼になった時の創造しさ、賑やかさはひとしおでもう目隠しの手ぬぐいを顔へ当てられる自分から、旦那も芸者も腹を抱えて手をたたき、肩をゆすって踊り上がります。 赤い毛出しの陰から毛爪をあらわに「きーちゃんさあ捕まえた」などなどいかに錆を含んだ芸人らしい勘声を絞って女のたもとをかすめたり立ち木に頭を落ち着けたりむちゃくちゃにかなたこなたへ駆け回るのですが挙動の激しく迅速なのにもかかわらずどこかにおどけたとんまなところがあった。 病院に人を捕まえることができません。みんなはおかしがって、くすくすと息を殺しながら、忍び足に男の背後へ近づき、ほら、ここにいてよ。と、急に耳元でなまめかしい声を立て、背中をポンと打って逃げ出します。そら、どうだ、どうだ。と、旦那が耳たぶを引っ張って小ずき回すと、 開いた開いた、と悲鳴を上げながら眉をひそめわざと行ょさんな哀れっぽい表情をして身をもだいますその顔つきがまた何とも言えぬかわいげがあって誰でもその男の頭を打つとか鼻の頭をつまむとかちょっとからかってみたい気にならないものはありません今度は15六のおてんばなおしゃくが後ろへ回って 両手で足をすくい上げたので見事コロコロと芝生の上を転がりましたがドッという笑い声のうちに再びのっそり起き上がり「誰だいこの年寄りをいじめるのは」と目を下がれたまま大口を開いて怒鳴り立て「ユラさんのように両手を上げて歩み出します」この男は放火の三平と言って もとは兜町の相場市ですがその自分から今の商売がやってみたくてたまらずとうとう四五年前に柳橋の太鼓持ちの弟子入りをして一風変わったコツのある気性からめきめきひいきをこしらえ今では仲間のおうちでも騒音ないい株になっています桜のやつものんきなものだなあに相場なんぞをやっているより あの方が性にあっていくら良いか知りやしない今じゃ大分身入りもあるようだし結構やっこさんは幸せさ」などなど昔の彼を知っている者は時々こんな取りざさをします日清戦争の時分には海軍橋の近所にかなりの仲買店を構え事務員の45人も使って榊原の旦那などとは名配でしたが その頃から、彼の男と遊ぶと座敷がにぎやかで面白いと遊び仲間の連中に喜ばれ酒の席にはなくてはならない人物でした歌が上手で話が上手でよしや自分がどんなに羽振りの良い時でももったいぶるなどということは毛頭なく立派な旦那株であるという身分を忘れ どうかすると立派な男子であるという品位をさえ忘れて、ひたすら友達や芸者たちにやんやと褒められたり、おかしがられたりするのが、愉快でたまらないのです。華やかな伝統の下に、酔いの回ったエビス顔を手がでかさせて、えへへと総合を崩しながら、 ベラベラと危険な冗談をとめどなくしゃべり出すときが彼の生命で、めっぽう嬉しくてたまらぬというように、愛嬌のある瞳を光らせ、ぐにゃりぐにゃりとだらしなく肩をゆすぶる態度の罪のなさ、まさに道楽の神髄に徹したもので、さながら陥落のゴンゲかと思われます。